さあ、3日目です。今日はアクションの余計です。行きましょう。まず肩幅に足開いて、しゃがみます。避ける。パンチが来たのを避ける。上がる。避ける。戻る。避ける。戻る。背筋まっすぐ。まっすぐ。グン。まっすぐ。グン。まっすぐ。グン。まっすぐ。呼吸しっかりしましょう。前を向きます。ふう。ふん、ふん、ふん、30秒。ふん、ふん、はい。椅子をしっかりしゃがむ、しゃがむ、上がる、しゃがむ、上がる、姿勢しっかり。ふん、ラスト10秒。ふん、3秒前。はい、次。足は横に揃えます。そして右に倒します。左の脇腹を鍛えましょう。避けます。パンチが来たのを避ける。避ける。避ける。ここです。上げてくる。上げてくる。ここを意識引っ張ってくる感じ。引っ張る。引っ張ってくる。引っ張ってくる。ふっ。はい。ふっ。はい。倒した勢いを止めて引き上げます。止めて引き上げる。止めて引き上げる。避ける。戻す。避ける。戻す。避ける。真横に。前に倒さないように。真横。ふ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 。真横。ラスト10秒。ふ。ふ。へ。はい、よし、5秒前、はい、1、OK、ここですね、次こっち行きます、左に倒しましょう、さあ行きます、3秒前、くっ、戻す、くっ、戻す、ここですね、引き上げる、倒す、引き上げる、倒す、引き上げる、ここだけ使いましょう。ここだけ意識はここ、引き上げてくる、くくくく、そうです。お腹だけを使う、体で上げてこない、お腹だけ、はい、くく、そうです。よし、20秒。くびれさせましょう。くっ。そうです。はい、ここ。ふっ。5秒前。ちっ。ふっ。ふっ。ふっ。OK。次は左右です。左右のパンチが来たので、両方に置きます。足は一緒。左右に交互です。いきましょう。GO! 左に戻る。右に戻る。左に戻る。はい、お腹の真横使って意識ですよ、上半身倒せない、上半身が倒れてきます、倒した方が楽なので無意識になるとだんだん倒れてきますが、しっかり意識です。はい、しゃがみましょう、ラスト10秒、はい、3秒前、よし、OK、次ダッキングです。今度はまた縦にも開きましょう。肩幅で、はい、こっちからです。足曲げて顔を U の字に、もし右足の方がやりやすければ右足前でもいいです。はい、ポン、
どっちでもいいです。しっかり膝曲げて U の字、U の字、カクカクしない円を描く、円を描く、顔はずっと前です。こっちからフックが来た、そういう時に使います。フックが来たのを避ける、フックが来たのを避ける。大きくですよ、速くなくていいです。アクションは大きくです。5秒前、次逆いきます。 OK 左前です。さあ行きましょう、3秒前。今度はこっち側ですよ。しっかり足、体がこう倒れないように顔前、こっちから振ってきたのを避ける、避ける、避ける。さあ避けます。足上がってきてませんか？しっかり下げましょう。グン。20秒です。さあいいですよ、そのままグン、グン、5秒前、シュー、シュー、オッケー、オッケーです。次は左右交互、交互に行きましょう。リラックスしましょう。シュー、行きます。こっちからグン、グン、グン、さあ頑張りましょう。もう後半戦、膝しっかり曲げる、まっすぐ、お腹意識、もう30秒切ってますよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。